JR 武田尾駅から望む神戸水道神戸水道とは兵庫県神戸市北区にある仙台ダムから上ヶ原貯水池への導水管、神戸市内への送水管のことを言う。仙台導水路と称される場合もある。また本校では神戸市の水源についても記述する。神戸水道略図1877年神戸でこれらが発生し、また同時期に ヘンリー・エス・パーマーの設計による横浜水道の不設があり、人口増加による水需要の増大もあって、神戸市への水道不設の機運が高まった。1887年パーマーに調査を依頼し、県に送られた設計書類には当時にして40万円の予算が必要とあり、実現には至らなかった。当時の市民の飲料水の大半は井戸水で神戸港に入港してくる。 外国船がもたらす影響もあり1890年から1891年にかけて再びこれらその他の感染症が続出し市民1000名余りの死者を出す事態となり水道不設を必要とする機運が再び高まったこの頃神戸の発展は目覚ましくパーマーの構想は再検討する必要があった1893年に内務省の雇い講師であった イギリス人義手ウィリアム・ケイバートンの設計による水道敷設計画が市議会を通過し、神戸に日本で7番目となる近代的な水道が建設されることになった。水源には布引谷とカラス・オハラや計画給水人口は25万人とされたが、水道利用過程は増加を続け、市の水不足は補えず新たな水源確保が必要であった。 神戸市は1911年の調査で、向川支流の羽田場川とはず川が、水量や水質ともに、大変良好で、琵琶湖を源流とする淀川から水源を確保するより、維持費が少ないということで、上水道水源として、千外町水池の設計開発を開始した。水は、この千外町水池から、宝塚市を横切り、西宮市に新設した上ヶ原上水が前場を経て、 神戸市内までの水道が建設された。着工は1914年で、第1回工事が完了したのは1921年。さらに、神戸市の人口は増加し続けすでに、給水能力限界水量に迫っていたため、水源地の貯水量を倍増すべく6メートルのダム、かさ上げ増強などを行った第2回拡張工事は1926年に、 着工し1931年に完成した。この水路のことを神戸水道と呼び、現在でも水道として使用されている。千外ダム、武田を取らす境建設当時は向川道水路と呼ばれ、千外町水地からは宝塚方面に向かって南東方向にトンネルでの水路が掘削され、大半が山中を通る。総延長は約1 5にも及び最長。 約2000メートルをはじめとした12本のトンネルを貫通させ、その総延長は約7900メートルに及ぶ。水路は水を通すだけのトンネルであるため、人の背の高さ程度である約180センチメートルのアーチ型断面で掘り進められ、水圧による破損や水漏れを防ぐためにコンクリートで固めて公挙とした。さらに、暗挙8箇所、接合位8箇所、 それらをつなぐ鉄管の埋設の延長は6200メートル以上あり、水道橋も大小合わせ12カ所が建設された。現 JR 西日本福知山線武田尾駅の北側で山間を抜、石積みの橋脚が残り、その上を太い鉄管で向こう側を渡っている。さらに、福知山線廃線跡急線沿いを武田尾駅から生瀬駅方面にたどれば、 先ほどの水路が再び山中から姿を出し向こう側を、またぎ山中に潜り込む姿を目にすることができる。この水道建設工事には、並行する福地山線護岸工事と合わせ朝鮮人、労働者も従事させられたとされ、固い岩盤に阻まれ大変な難工事となり、多数の犠牲者や負傷者が発生した。この先、水路が見られるのは、宝塚市街地に入る手前。 国道176号線と JR が、向川をまたぐ橋脚元にも見られ、石像の橋脚上の鉄管が三度向川をまたいでおり、宝塚市街地西側を抜け上ヶ原貯水場へと向かっている。大半が地表に出ない地下建造物であるが、地上部では、この神戸水道の通る場所には、人水と掘られた石柱がいくつか現存し、水路は、 現在一部の地図上でもで表記されており線外貯水池から上ヶ原貯水場までの神戸水道のルートをたどることができる。水道筋上ヶ原浄水場まで送られてきた線。外貯水池の水は神戸市兵庫区にある奥平野浄水場まで総延長約1 9トルに及ぶ総水管で神戸市内に総水された。建設時は向川総水路と称され、 上ヶ原貯水場までの山間部とは異なり、市街地を交換が通るため大半が道路下に埋設された水道道路である。そのためこの水道管の通る道は神戸水道道と呼ばれることもある。上ヶ原浄水場からは南に阪急電鉄紅葉線の水道路踏切を抜け、宿川学院中学校、高等学校前から足足岩園町の水道橋まで緩やかに 南西方向に進む。この付近は、今では高級住宅地であるが、建設当時は住居もほとんどなく、田畑が広がる地帯であり、この水道が通るため付近の山を、鉄管山と呼んでいた。ここから阪急神戸線に沿いに芦屋川駅北側を通過し、元山付近で阪急神戸線下を抜け、西岡本付近で山手管線下を通り、王子公園駅南から、 大地動物園前を精神し、熊内橋通り3丁目の熊内浄水場への水道分岐箇所、さらに加納町1丁目で北の浄水場への分岐箇所を経て、山本通及び中山で通りを通り奥、平野浄水場まで通じている。1967年からは、阪神浄水道市町村組合を通じ、淀川水系の水の供給を受け、ブレンドされた飲料水が、 神戸市内へ送水されている。今では神戸水道局が供給する水の4分の3が琵琶湖水系淀川の水である。阪神水道は他に天ヶ崎市、西宮市、芦屋市の水道水の供給を行っている。なお、同水道の通過地点ではところどころに名残があり、東灘区には住吉川に架か,かる水道橋があり、隣に阪神水道企業団の 本庁舎がある。また、長くの水道筋はこの水道管が道路下を通っているため命名された。神戸水道の水源である仙外貯水池を水源として水道水として供給している地域は仙外ダム下流、向こう側合流手前にある仙外上水上管制を通じて神戸市北区の藤原。また、六甲山系を越えたエリアにある日踊り台などは除く。 スズラン台などの帰宅広域では、仙外貯水池及び青野ダムと阪神水道から水を供給できるようになっているが、これも神戸水道からではなく、神戸市が新たに築いた水道からである。よって、仙外貯水池の水が神戸水道を通じてブレンドされることなく水道水となっているエリアは存在しない。また、東灘区周辺では、 住吉川と阪神水道との混合、中央区から兵庫区周辺では、神戸ウォーターとも称される布引貯水池の水が、奥平野浄水上水場に送水されて、六甲山の湧水と阪神水道からの水が混合され供給されている。ただし、吸水区域が入り組んでおり、また、標高差により、吸水ルートなどが違うため、同じエリアでも水源は異なる場合がある。当初は、 神戸市の下水対策として、神戸市民への飲料用水道として築かれた、この水道であるがその役割は、阪神水道のパイプが主体となっており、今では、上ヶ原浄水場から、神戸市内林海部の工業地域に向け殺菌等の水処理をしていない、工業用水道用としての排水管に転用も、されている。神戸市では、当初に開発した2カ所の貯水池だけでは、 合併などによる人口増には対応できず、当時の地域から遠く離れた仙外町水池を1919 19年に完成させたが、それ以降事故水源の拡張は昭和30年代から現在までは頭打ちの状態で、1967年に阪神水道企業団を通じて、淀川の水を導入して、以降は急増する人口を賄う水は、 ほとんど阪神水道の拡張に頼る状態であった。現在、神戸市全域では、阪神水道からの水は、全体の75%までを占め、水道からコップに水を注げば、その8割近くは、淀川の水となっている。しかし、災害など万が一の事態に備え、現状阪神水道の約2%に過ぎない、布引湧水や住吉川などの取水を続け、 帰宅以外にも神戸市最大の自己水源である線、外貯水池の水を吸水できるように導水路を確保している。神戸市水道略説、神戸市水道略説、神戸市水道全図。ありがとうございます。